平川町は高知県室戸市北西部にある町廷町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。本校ではかつて同地域に所在した秋群平川村、平川町についても述べる。国道55号沿いにあり、室戸岬から北西に約 16km に位置する。平川町は古来より 木材や焚き木などの森林資源の集積地として、京阪神に出荷していた。鎌倉時代の京都岩清水、八幡宮文書目録にも、木材産地として吉良川の名が記されている。明治時代より近郊で産出する、宇バメガシからビ長炭が生産されるようになった。大正時代になると生炭技術が発達し、吉良川炭は日本を代表する良質なビ長炭となっていった。 京阪神を中心に、回路で出荷され、帰りの船で日用品を持ち帰り、その交易で明治から昭和初期にかけて繁栄した。その経済力を背景に、町並みが形成された。集落は海岸に近い下町地区と山側の上町地区で構成されている。建物は明治、大正時代に建築されたものが多い。家々の玄関先には、正月や立春に、 日々の平穏を願って、お札が貼られている。旧都堺道沿いに切妻作りの町屋が立ち並ぶ。奥に細長い短冊系の敷地に、母屋が道に面して立つ。少し離れた背後に、釜屋と呼ばれる台所が設けられている。母屋、釜屋の他に土蔵、離れ、接近、風呂などの二重棟、渡り廊下、座敷庭などが配され、文棟型の家屋構成となっている。 町屋の壁面は土砂漆喰が多用されており強い風雨から家屋を守るために水切り瓦と呼ばれる小さなひさしが設けられている。明治後期には船底に積んで帰ったレンガを使用した壁面も見られるようになった。寿司2階と呼ばれる天井の低い2階が多く、明かり取りのために虫かご窓という山が取り付けられている。江戸時代中期頃に見られる方形に近い農家型の じわりが残っている。室戸市は台風銀座とも呼ばれる台風上集地区で家の周囲は石黒と呼ばれる石垣米で囲んで家屋を風雨から守っている。石黒に使用する石は主に浜辺で採取される浜石と瓦石の2種であり玉石のまま使用したり半分に割って空積み、円積みという積み方で積まれている。ありがとうございます。